松平忠正、上屋敷模型江戸判定は、江戸時代に江戸に置かれた判定である。ただし、江戸時代当時の歴史的故障ではなく、後世作られた歴史用語である。当時は、単に武家屋敷もしくは江戸屋敷と呼ばれ、個別の屋敷は、当該屋敷を使用する武家の加盟を付して家屋敷、などと呼ばれた。江戸時代、江戸に常住する武家には、 将軍家と直接主従関係を結ぶ旗本、御家人と大名及びその家臣がいた。このうち大名、旗本、御家人には江戸幕府から屋敷用地が与えられ、特に大名の屋敷は江戸藩邸と呼ばれた。通常、大名には江戸城周辺から江戸郊外にかけて複数の屋敷用地が与えられた。大名の屋敷には 当該屋敷の用途と江戸城からの距離により、上屋敷、中屋敷、下屋敷などがあり、これらを総称して、江戸藩邸と呼ぶ。すべての大名が、城中下の屋敷を有したわけではなく、大名の規模によっては、中屋敷を持たない家や、上中屋敷の他に、複数の下屋敷を有する家など様々であった。藩邸は、後世に作られた言葉で、歴史的には、 同時代の正確な用語ではない。というのは、幕府から与えられた屋敷用地は、藩に与えられたものではなく、家に与えられたものだからである。そのため、領主が、天保などにより、藩を変えた場合や身分を変えた場合でも所有者は変わらず、例えば藩の藩主が高家からお塚になったとしても、それまでのいわゆる、藩藩邸の所有者は、高家のままで、お塚の屋敷もそのままである。 ただし、幕府の命令により、身分相応の立地、面積のものに変えられることはあったが、これらもあくまで、家に対するやりとりであった。以上のように、江戸時代には、藩の所有する屋敷という概念は存在せず、江戸藩邸は、各藩士家の江戸屋敷と呼ばれていた。個別の屋敷については、家屋敷と呼称され、通常は、複数の屋敷を所有するため、 例えば、尾張藩の徳川家の神屋敷であれば、尾張徳川や神屋敷とされた。江戸藩邸のうち、神屋敷は参勤交代制度により一年ごとに江戸と本国を行き来する大名の江戸における居住地であった。また、大名の性質、弱子は人質として江戸に常住することが定められており、神屋敷に居住した。家臣では、江戸画老、 エドルス巨役など江戸に在勤した役職もあるが、多くの家臣は大名の参勤交代に従って本国から江戸に移り、下級の武士は判定内に設けられた長屋などに居住した。状況元年の土佐藩の場合、江戸判定全体の居住者は3195人を数えた。大名にとっては本国の居所と同様の重要な屋敷であり、 格式を維持するため莫大な費用を必要とした。江戸判定は幕府と藩をつなぐ政治的な窓口の役割も果たした。幕府からの連絡は判定に伝えられ、その後判定から本国へ伝えられる。一方、本国から幕府へ連絡する場合も判定を経由して伝えられた。また、江戸判定の内部は幕府の統制外に置かれ、仮に、 犯罪者が判定内に逃げ込んだとしても、幕府が捜査権を行使することはなかった。一方で、大半の判定には、将軍が直々に訪ねてくるおなりがしばしば行われ、将軍一行をもてなすために、庭園や農部隊を造成、改築することを余儀なくされた。元禄時代の加賀藩の例では、一回のおなりのために三十六万両もの大金を投じている。 屋敷の広さには国高による基準が存在し、原文3年の規定では、1、2万国の大名で2500坪、5、6万国で5000坪、10、15万国で7000坪などとされていた。実際にはこの基準より広い屋敷も多く、紙屋敷だけで10万坪にも達した加賀藩などの例もあり、厳密な適用はされていなかった。屋敷や土地は、形式上幕府から借り受けたものであるが、 幕府の許可を得た上で相対外という形を取り売買は行われた。江戸藩邸の内江戸幕府から与えられた土地に建てられた屋敷は廃領屋敷という。一方、大名が民間の所有する農地などの土地を購入し建築した屋敷は抱え屋敷と呼ばれる。抱え屋敷は総じて江戸の郊外にあり、下屋敷など藩により様々な用途に使用された。 廃稜屋敷と異なり、それまでその土地にかけられていた年貢や所約は、大名の所有となった後も負担する必要があった。また、屋敷や土地は、幕府の職の一つである、屋敷改めの支配を受けた。江戸藩邸は、江戸城からの距離や機能により、種類があり、上屋敷、中屋敷、下屋敷といった区分で分けられていた。なお、この区分は、江戸藩邸に限ったものではなく、 江戸以外の藩邸や、両国内の屋敷においても同様である。また、大名に限らず、侍屋敷でも同様に区分されていた。以下では、江戸藩邸における各屋敷について記している。日向佐渡原藩江戸藩邸の長屋江戸藩邸における、神屋敷は、大名とその家族が居住し、江戸における藩の政治的機構が置かれた屋敷である。大名が居住するものは、 家敷とも呼ばれた。大名は財布中、定例の途上日や役職に定められた日など、しばしば江戸城に途上する必要があったため、通常は最も江戸城に近い屋敷が神屋敷となった。全国の大名が集まるため中屋敷、下屋敷に比べると敷地は狭くなる場合が多い。大名が江戸財布の際はここで政務を取り、大名が帰国した後は、 エドルス居役が留守を預かり、幕府や領地との連絡役を務めた。神屋敷の構成は大きく五天空間と爪人空間に分けられる。五天空間は、主の居室などの表五天、聖室の居室などの奥五天や庭園などであり、爪人空間は、家臣の住まいである長屋、藩の政務を行う施設や、旧社などで構成された。江戸藩邸の中屋敷は、 神屋敷の控えとして使用され、多くは隠居した、母や成人した後次の屋敷とされた。下屋敷と比較した場合、江戸城までの距離は近く、規模は小さいことが多い。中屋敷や下屋敷にも長屋が設けられ、参勤交代で本国から大名に従ってきた家臣などが居住した。江戸藩邸の下屋敷は主に庭園など別邸としての役割が大きく、大半は、 江戸城から離れた郊外に置かれた。神屋敷や中屋敷と比較して規模は大きいものが多い。江戸市中はしばしば大化に見舞われたが、その際には大名が避難したり、復興までの仮屋敷としても使用された。藩により様々な用途に利用され、本国から送られる米や各種物資を貯蔵する、蔵屋敷として、湯行や散策、接待のために作られた庭園として、 あるいは菜園などとして転用される場合もあった。江戸藩邸の蔵屋敷は、年貢米や、領内の特産物を収蔵した蔵を有する屋敷で、収蔵品を販売するための機能を持つこともあった。主に海運による物流に対応するため、隅田川や江戸湾の沿岸部に多く建てられた。藩によっては、下屋敷が蔵屋敷の機能を兼ねることもあった。詳しくは、蔵屋敷を参照のこと。 明治維新後、江戸幕府所有である廃領屋敷は江戸城などとともに明治政府に接収され、跡地は主要館長や大学や後に企業の土地などに利用された。一方、家会屋敷は引き続き所有者に帰属したため、元大名の邸宅として利用されたり、不要なものや維持が困難になったものは政府や民間に売却されるなどした。また、 関東大震災でも多くの屋敷が消失した。1939年の大熊吉久に調査によれば、大名屋敷の遺構は、松江藩松平や上屋敷の表門、加賀藩前竹上屋敷赤門、薩摩藩島津屋、中屋敷、鳥取藩池武上屋敷、岡山藩池武上屋敷の表門の5つのみであった。さらにその後、 赤門と鳥取藩池田家の表門以外はすべて東京大空襲で消失した。しかし、現在でも江戸藩邸の門を移築したと言われる門が随所に現存している。さらに、桜藩藩邸の指揮書院と言われるものが東京都世田谷区の豪徳寺に移築されているように5点もある程度残っている。小石川幸楽園、新宿御苑、陸義園など、 判定内に作られた庭園を保存し、現在でも当時の面影を残す公園として公開されているものもある。奇襲判定跡見と判定跡。ありがとうございます。